太郎さん。グマっていうの、君がドクターだね。こんにちは。僕は弊社を選んでいただきありがとうございます。私はファイヤーホイッスル警備の責任者で、名前はコードネーム、そのまま社名でファイヤーホイッスルって呼んでください。そうそう、これも社名を覚えてもらうための戦略です。どうも、ヘイズだよ。どうも、ヘイズだよ。前にも間接的な関わりがあったとはいえ、ようやく正式に顔を合わせることができたわね、ドクター。ロンメンスラム街の感染者問題についてはあなたと直接やり取りした方がずっと効率的だと思っていたの。